皆さんこんばんは、江上派の大神でございます。2021年12月の8日でございます。早いよ、新ツム。予想通りだけど早いです。もう来た、こちら、ティンカーベルとスティッチ、です。チャーム、スティッチがチャーム付き期間限定でございます。クリスマスなので、このツムは12月の25までしか出ないらしいです。もうガンと取ってこう、ガンと取って中華さ、もうこのね、この3体の中でも、美女と野獣ですよ。野獣先輩がめっちゃ出にくいから、これでコインを枯渇してる人たくさんいると思います。お正月、年明けの三が日のためにコインを貯めていた人もがっつり消費させられたと思います。もう運営の思い通りでございます。この私もなので、コインが全然貯まっておりません。30万コイン10回勝負、スッと取ってください。スッと頑張っていくよ。さあ、取れてる？取れてる？文句言っても始まらない。さあ行くぜ。まずは1本目、さあ吸っていこう。せいせーの、ゴー。どー、マイツムが暴れん坊スティッチでございます。さあ暴れてやるぜ。ちょっと一発目で来ないの厳しいよ。うわー、来て、せーの、ゴー。うわー、しっかり近く出た。さあ、あとスティッチございます。スティッチチャーム付き。さあ3本目、さあ来い。10回しかいけないからね、結構渋いよ。せーの、ゴー。おー、もうよく出るな。ガス、まあいいんだけどさ、ガストンと、もうクルエラドンもね、苦しめられるですよ。さあ行きます。せーの、ゴー。おー、んルシファー、どうした、ルシファー、そんなに来る君。さあ、いやもう5回目、せーの、ゴー。チッカーベル、やばい、あと5回しかいけない。しまった、どうしよう。クルエラドン、さあ来い。全然関係ないけど、さあ出たがりをセットで出す。ゴー。わし、うわー、無礼きたー。と、またしていこう。よし、とりあえず取れたら OK。 いや、本当はもうちょっと育てたいんだけど、多分ね、今月もうちょっと赤箱引くな。ちょっとね、あまりにもちょっと、ニコイチツムにやられたから、今回のクリスマスルが、ね、そんなにも育てられない。せーの、ゴー。あー、来た。まあまあ、よし、スキル2になれば最低ね、2個、あと2回。でも赤、もうちょっとあれ、2個1出したいんだよな。なのでもう1回ぐらい赤箱今月引くかもしれない。さあ行くぜ。さあ、せーの、ゴー。おお、ほうほう、まあ、ちゅうわけで、2体、スティッチが2体と、ティンクが3体、2分の1か。あ、もう高確率だね、そう思うと高確率。さあ、というわけで時間たっぷり今回あるから、じゃあ1個ずついこう。じゃあまずは、スイッチワンプレイいきたいと思います。さあ、スティッチはチャ、おお、何、どうした、ああ、うん、おお、なるほどね。よいしょ、あ、なんか見やすいぞ、見やすい。よいしょ、やっぱチャーム付きってすごいな。おお、どうなる、おお、おお、どうした、遅い。あ、これもうちょっと育ったらなんか使いやすそう。今月のツムの中で、1日のツムよりは、なんか、いいぞ。おお、いいね。なんかチャーム付きっていいんだな。すごいやりやすい。よし。スキルもめっちゃ発動できるから、これなんかちょっとすごいイベントに、まだクリスマスイベント始めてられてないんですけど、イベントですごい大活躍しそうな匂いがプンプンする。いいね、スティッチ。これはありだね。これあり。これでクリスマスソングの曲付きとかだったらもう言うことなしだったんだけど、まあね、それはね、それはでいいです。曲付き今月1個出たからね。いやー、でもね、今月は厳しかった。だいたいいつもさ、奇数月の方が
つむつむなんかイメージではね、イメージでは奇数月の方が、熱いつむが多いし苦しい戦いになることが多い印象だったんだけど、12月やられたね、まさかの低確率。コメントの中でも300万コインぐらい使って出なかったっていう人いたで、このコメントで。いやマジですかと思って、いやもう絶対取れないと思ったけど、やっぱりこの新ツムが出る前にあそこ攻めたのは良かったね。箱にやっぱりツムが入っちゃうと、またほらその分だけ母体の数が増えるから、個数が。そうするとその確率がやっぱ下がるからね。1日の方で出なかった時には1回スキル、あ、じゃない、確率アップが落ち着いた新ツムが出るまでのわずかなあの期間、あそこやっぱ狙い目だよな。でも取れてないツムがいっぱいいるとちょっと有効じゃないんだけど、ある程度進めてる人だったら、このテクニックじゃあのね、あそこで攻めるのはね十分ありだね。今回実証できたね。いやー、よかった。スティッチ使いやすかった。このポイント2倍も嬉しいね。よし、じゃあ次はティンクでございます。ティンクどんくらいいく？あ、スティッチ強いじゃん。500いく。オッケーオッケーオッケー。じゃあ次がティンクでございます。さあ、ティンク。どんな感じ？つなげたツムを、つなげたツムで巻き込む。なんかそんなこと書いてあったな。マレフィセントみたいな感じ？さあ、よいしょ。なかなか発動しない。なかなか発動しない。なかなか発動しない。よいしょ。なかなか、よし。おほう。おほう。どうでした？あー、なるほど。なるほど。おー、つなげやすくなった。あそこから引っ張れるんだ。あれだ、あのなんだっけ、ポーピーのあれに似てるね。よいしょ。これで、一箇所、ちょこん、どうした？あー、なるほど。おー、ほう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 。これが苦手なやつだ。チェーン系のやつだ。これはむずいな。うまい人は好きなやつだ。ちょこんと出て、ちょんと出て、よいしょ。あれ、ちょっとつながんないじゃん、君。よいしょ。これがでもスキルが上がっていくと、2回、3回と引っ張れるってことか。こっちは全然ティンク出てこないじゃん。盤面に少なすぎない？あからさまに少ないよ。これちょっとやらかしてるでしょ、設定。何これ、すごく少なくない。ちょんと出て、ああ、さ、消せるけど少なくない？明らかにティンクが少ないんだけど、ちょっとこれはよいしょ、せい。ちょっとじゃあティンク1個しかない。明らかに少なくない？今見た？最後1個しかいないじゃん。チェーンもできないじゃん、あんなの。ティーンク！もうマジか。どうなのよ、これ。最後、盤面1個しかなかったよ。いいけどさ。というわけで、はい。とりあえず今月、全部取れたかな。これで、今月は終了。まあ、もしかしたらイベントにいるのかもしれない。まだちょっとチェックできてないけど、一旦は、ボックスから箱から出るそのツムは全部取れたかなと思います。いやー、まあまあまあ、これだね。今月はもうこれだ。これを頑張って取っていこう。これ取り逃したらまたしばらく出ない。下手したら来年のお正月まで出ないこいつ。いや、頑張ろう。というわけで、またコイン貯めて、また僕もう一回ぐらい引くかもしれませんが、頑張っていきたいと思います。以上、4畳半の狼でございました。また次回どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。